今度貸してくれよ。貸してくれよ。乱暴に乗るなよな。分かってらい。やっちゃん、帰んなくて怒られんじゃないか。へっちゃらだい。だってさ、お前んところのおふくろラーメン屋だろ。一緒に屋台引いて歩くんじゃないのか。ラーメン屋なんてとっくにやめちまったんだ。今じゃでっかい中華料理店経営してんだぞ。そんなのまたやっちゃんの嘘に決まってら。嘘つけやっちゃんよーい。いやーい。嘘つけやっちゃんよーい。何かデタラメを言ったんだよ、きっと。ヤスオ、お前また嘘ついたんだね。嘘じゃないんだよ、本当に鳥獣が現れたんだよ。鳥獣？だからタックが来てるんじゃないか。それで君、鳥獣はどこに？うん、それがプールになっちゃったんだよ、その鳥獣。鳥獣はプールに？バカなことばっかり言って。本当だよ、水がすごく浮き出してきて鳥獣が地面に沈んだように見えたよ。そしたらあとはプールに。僕と入るぞ。ヤスオ、おいで。普通の家じゃないか。どう見たって鳥獣屋敷なら見えないや。おい、プールがあるぜ。泳がしてくんないかな。頼んでみようか。怪しいぞ、あいつら。行ってみよう。うん。よせよ、危ないよ。どうしてだ？だって、鳥獣のプールなんだぞ。それに、あいつら、宇宙人かもしれないんだ。宇宙人？またやっちゃんの嘘か。あの人が宇宙人だって言うんなら、証拠を見せろよ。チッ！自分が泳げないもんだから。行こう行こう。チェ！ほら行くぞ。いいぞ。よし、捕まえてやっかな、絶対。よし。よし。ほら、もっと行くぞ。ほらほら。いいぞ。プールで泳がせてもらうのよ。ダメだよ、あのプールに入ったら引きずり込まれるんだ。今僕の友達が二人とも。ヤスオ、そんなデタラメ言ってる暇があったら勉強でもしてなさい。姉ちゃん、あれどうした、大丈夫？大丈夫さ、面白かったよな。うん、お前バカだな、泳がせてもらわないなんて。だけど変だな。何がさ。君たちおへそがないみたいだ。あ、お姉ちゃん。どうぞお入りください。私たちはタックの大ファンなんです。さあどうぞどうぞ。あ、騙されちゃダメだよ、宇宙人ってすごくずるいんだから。ともかくこの子のお姉さんに会わせていただけませんか。お姉さんなら。あら、いらしたわ。あら、どうしたの、ヤスオ。あれ、姉ちゃんプールで泳いで何ともなかった？別に。お腹大丈夫？一体何のことよ、それ。いやね、ヤスオ君の言うところでは、
こちらのプールで泳ぐとおへそを脱がれる危険があるとのことで。それじゃあ北斗隊員は私のおへそを調べに。まあ。いやだ、安男ったら。見せろよ姉ちゃん。安男。だけど変だなあ。あ、そうだ、善太や三平は。あ、お友達ならさっき帰ったわ。もう二度と嘘ついたら承知ないわよ。やっぱり嘘だったのかい。僕わかんない。どうなんだ安男君。もしも僕の言ったことが本当だとわかったら。本当だとわかったら北斗隊員がプールへ飛び込んでおへそを取り戻してみせるそうだ。おへそ？お兄さんが一人で？もちろんさ。ねえ北斗隊員。ああ、何でもするよ安男君。お兄さんは嘘をつかない？安男ちゃん、タックの隊員さんは嘘はつかないのよ。ねえ。いいか、嘘をつくということは男にとって一番恥ずかしいことなんだ。これだけは覚えとけ。タックの隊員が女の子のおへそ調べとあれ。そんなことばかりしてるからタックの評判が悪くなるんだ。しかしあの子は嘘つきだとは思いたくなかったんだ。甘いな。北斗隊員は大体子供に甘すぎるんだよ。でも安男君の言ったことまるっきり根も葉もないことだったのかしら。わからん。春山って夫婦も確かに変な感じだしな。でももし安男君の言ったことが本当だとしたら、それは大変なことだけど、でも安男君のためには嬉しいような気がするわね。そうさ、乾杯してやるよ。うん、ありがとう隊員さん。おばさん。でもね、あの子のことはもうほっといてください。これ以上皆さんにご迷惑かけちゃとってもね。たのよ。北斗のやつ、これでプールに飛び込むより他なくなった。
北斗南両隊員が異常な事件を確認した。これより直ちに出動、春山邸を包囲、攻撃態勢を取る。はい。山中吉村、タックスペース取れ。はいはい。先生、注射の用意ができましたけど。外脳皮質ホルモンに異常が見られますね。ここまで持ちこたえたのは子供にしちゃすごい精神力だな。と言いますと、普通こういう症例の患者は体ばかりではなく心まで敵の思い通りになる。つまりサイボーグとなってしまうんだ。この少年がそうならなかったのは何かよほど気にかかることがあったに違いない。なんとかならないもんでしょうか。今の注射でおそらく精神の方は安定するでしょう。しかし体の方は。安男、お母ちゃん、僕嘘ついてたんじゃないだろうね。お母ちゃん。安男、そうだと思う。お前は嘘つきなんかじゃない、本当のこと言ってたんだよね。安男君、この間の約束はきっと守るからな。僕の言ったことが本当だったらおへそを取り戻してくれるってこと？そうだよ。だから元気を出して待ってるんだぞ。うん、僕待ってるよ。そんな、あのプールに飛び込むなんてわざわざ罠にはまりに行くようなものよ。あの子は危険を冒して本当のことを言い続けてきたんだ。その安男君を裏切るなんてことができるか。俺は約束したんだ。俺、中学の頃山で遭難しかけたことがあるんだ。引率してた先輩の大学生は俺たちに待ってるように言って一人で道を探しに行った。ところが他の登山隊が俺たちを見つけて連れて降りてくれたんだ。そのためにその人は吹雪の中を三日三晩俺たちを探し続けたんだ。子供との約束だからっていい加減に考えたりはしなかった。命を懸けて約束を守ろうとしたんだ。その人が担架に乗せられて降りてきた時、俺たちはみんな泣いた。そして誓い合ったんだ。どんなことがあっても約束だけは守ろうって。隊長、もう1時間になります。これ以上待っても無駄だと思いますが。いや、屋敷の中には子供たちがいる。もう少し様子を見るんだ。隊長。ああ。くそー、おい貴様ら、卑怯なものやめろ。子供たちを返せ。待ておくと。隊長。よし、ガス弾を持ち込め。はっ。待たちはどこだ。
が我々のキングカッパー大作戦なのだ。操縦だ、後手から攻撃する。はい。安全な場所に。はい、はい、こっちよ。
行こう。ニコラウルトラマン X。 約束は守ったぞ。あ、本当だ。わーい、オクトの兄さんがおいそうさん戻ってくれた。わーい、わーい、わーい、おいそうが戻ってきたぞ。お母さん、お姉ちゃん。北斗南両隊員は重大な規律違反を犯した。したがって明日の日曜日は二人とも揃って出勤。子供たちを海水浴にでも連れてってやれ。わーい、わーい、海水浴だ。わーい、タッキー、わーい、早く行こうよ。わーい、海水浴万歳。わーい、海水浴万歳。駿河湾の夜を飛ぶ白い豪華船、謎を追う北斗星司が出会った青年篠田一郎、聖司と一郎の青春が海を舞台に錯綜する超獣ゼミストラーとウルトラマンエースの死闘、さあ来週もみんなで見よう。